いつどうなってんの？全然仕事してないじゃん。途中からタマさんとタマキンの観察しかしてねえじゃん。近藤さん、俺たち警察なんてやめてストーカー予備校でも始めるか。うちの土方さんだって惜しいって言ってもいいでさ。ねえ土方さん。何が？全然 V 字じゃないけど、全然惜しくなんかないけど、全然宝くじなんか興味ありませんけど。あれなら祭りの景観を損なうこともねえし、新選組とはバレねえでしょ。切り離し作戦に移るな。一体どんな祭りだ。じゃあ俺はこれでのたこ焼きに本当にタコが入っているか取り締まってきます。おい待て、俺もお好み焼きのマヨネーズが切れてねえか取り締まりに行く。もう知らねえ。嘘だろ。たまたまもらった宝くじがたまたま当たってる確率なんざ、たまたま生まれた双子がたまたま2人ともオカマでたまたまいらずだったくらいの天文学的たまたま率だぞ。おお落ち着け。とにかく監禁しないと。ピーコとおすぎのたまたまを。違う違う違う、宝くじだ宝くじ。急にヒアリング下手になったぞ。母国はどこだって聞いてんだ。何言ってるかわかりません。だからふるさと。何言ってるかわかりません。次答えなかったら処刑だ。どこ出身だ。何言ってるかわかりません共和国です。国名だったの？聞いたことねえよ。何言ってるかわかりません共和国なんて。悪いものでも食べました？まずったこいつらの距離感がよくわからねえぞ。もっと遠いのか。勘違いしないでよね。顔が見たいと言っても別にあんたのことが気になるわけじゃないんだから。その間抜け面見に来ただけなんだから、本当に勘違いしないでよね。どんなツンデレキャラ？お前一体俺がどんな風に見えてんの？いつ何時何者かが3億のありかに気づいて宝くじを奪いに来るとも限らん。一旦3億をマヨネーズに換金する方が安全だ。盗っ人心得その1、闇を味方とし光を敵としろ。敵の明かりを狙うんだ。ええー鬼屋版の技をもってすればこれぐらいの変装を耐えやすい。つまりこの影を残していけば将軍出奔の事実は偽装できる。いやバレるだろう。顔だけ征夷大将軍、顔だけ超立派、バランス悪すぎだろ。許せよマヒカンども、お前たちはもう死んでいる。おい危ねえな。何やってんだてめえ。やばい。モヒカンどころかよりによって今一番会いたくねえやつにラオウに出くわしちまった。これ極秘任務ですよね。いろいろダダ漏れなんですが。まあいいじゃねえかトシ。ゴリ汁ブシャー。ゴリ汁って何？カグ汁ブシャー。パチ汁ブシャー。サツ汁ブシャー。クイ汁ブシャー。トシ汁ブシャー。誰だ今勝手にトシ汁出したやつ。モヒカンなんてどこにもいねえよ。つかモヒカン組織って一体何？危ねえ、モヒカンによる硫酸攻撃だ。ああ危ねえ、モヒカンカーによる特攻だ。危ねえ、モヒカンのバンドマンだ。今時流行んないよ。公務員風情がドヤ顔でよくもまあ手を出そうと思ったものよね。万年金欠に言われたくねえ。公務員と見合いできるだけありがたく思え。お父さん今のスラングかしら。下品すぎて聞き取れなかったけど。おい通訳を、チャイニーズマフィアの隠語に詳しいものを。誰がチャイニーズマフィアだ。なんだ俺トシ。助けてトシ、誰でもいいから助けて。あんな弔い方あったんだな。あいつどこの宗教入ってたんだ。敵も味方も関係ねえ。俺たちもあいつを手厚く弔ってやろうぜ。違うから、こんな弔い方あるわけねえ。仕方ねえな。使えねえようなら置いてきやすぜ。豚足足引っ張んじゃねえぞ。いちいち豚絡めねえと話できねえのかド S コンビ。よーし、じゃあこれより我らは盟友だ。同盟を祝して豚の丸焼きを用意しろ。応援の誓いだ。結局またこれ。わかんねえんだよ腐る副長。おい今の何言ってるかわかんねえわ。マジだったろ。ごめんなさい。私の国で腐る副長とは何々ですくらいの意味。タイはない腐れ副長。タイしか感じねえけど。じゃあ俺たちもそうした方がいいな腐れ副長。おめらまでやらねえでいいんだよ。そういうことなら仕方ないですよね、腐れ副長。今のは完全に腐れ副長に向かって言ってただろ。真似したらこいつを即撃ち殺すからね。あ、全然今撃ち殺してもらった方がいいんすけど。言い訳ねえだろ。分かってるよなお前、分かってるよなお前。分かるわけねえだろ。3億なんて貯金どこにあんだ。ババアなんてどこにいるんだ。お前ならできる、信じてるからな。お前はおばあちゃん子だって。張り込み中にのんびり茶飲みながら L4U か。体のどの部分生き生きさせてんだてめえ。違うんです副長、今日の特集はマジすごいんすよ。腸内環境が劇的に変わるって食材が4つも。指導不可能で切腹だ。あんなやつと別れて俺と付き合っちゃいなよ。付き合っちゃいなよ。何人の体で好き勝手言ってんだてめえ。あらゆる音を利用し忍べ。そんなことを言われたって。風が無理なら何か音を立てて注意をそらせ。そうだ、あの檻に石を当てて。どっち。大丈夫だ、タマさんがそんなことするわけがない。でもエラが動かねえ。誰か助け舟を。おい待てよ、ふざけたもん出してんじゃねえぞこら。副長、マヨネーズがかかってねえじゃねえか。そこじゃねえだろ。やってみろよ、てめえみてえなバカとの俺が暗殺してやる。皆の者聞いたか。もう一度聞くわよ、将軍を暗殺するわけないじゃないっすか。ジョークスジョーク、ブラックジョーク。俺は何も犯罪なんて犯してね。なんだこれ。ところが何も見てねえよな。宝くじなんて見てねえよな。何をしてんだ君は。最近冷蔵庫の職員が紛失する事件が続いている。粛清対象だっつ。何も見なかったぜ。何があった。完全に何か見ただろう。何を見た。誰が大気を犯してた。踏ん張れ、諦めんじゃねえ。いや頑張んな。こんな時に情けねえ。ガキ一人弔うこともできねえってのか。やれる、俺たちならやれるさ。あの顔を機にこれは投げ込んでやろうぜ。いい人なのか悪い人なのかわかんないんだけどこいつら。遅れを取るな、慢戦組出動だ。ここは俺が死守する。あとは俺に任せて先に行け。どこにだ。人の体に空き巣に入ったのはてめえだろうが。現行犯逮捕だこら。バケんならバケってみろよ。今のお前はただのプー太郎。無力な社会のゴミなんだよてめえ。見ろゴミよてめえだ、税金泥棒。警察なんだ税金をむさぼり食うだけの無能集団なんだよ。今のお前には何もできやしねえ。腐った猫も腐ったゴリラも忘れてこの鬼とレッツパーリーナイトしないかい。しないかいしないかい。同じだろうが。やられたらやり返す倍返しだ。仲間も荷物も全部捨てろ。ちょまあこいつで指名だな。えてこうのも仲間も何もかも